上告についてはしないことといたしました。原告の皆さんには被爆者手帳を交付をさせていただきたい。原爆投下後に降った黒い雨をめぐる裁判で、今日夕方、菅総理は国側として上告を断念すると表明しました。黒い雨の裁判をめぐっては、広島高裁の控訴審判決で一審に続き原告側が全面勝訴していました。被告となっている県と広島市は国に上告断念を求めたものの、国は23日、高裁判決は被爆者援護法の枠組みを大きく壊すものとして上告するよう要請していました。菅総理大臣は直ちに被爆者手帳を交付するとした上で、同様の被害を受けた人に対し救済措置を検討するとしています。長年にわたる辛い思い、苦しい思い、本当にずっと不安な思い、これに本当に思いを寄せていただいた、痛みのを理解していただいた、そういうご判断だと思いますので、そういう意味も含めてですね、心から感謝を申し上げたいと思っています。すべて受け止めて、熟慮に熟慮を重ねたという総理のお言葉にあると思うんですけれども、関係者の方々の考えなり事務方の判断をしっかり咀嚼してのですね、大英断をしていただいたというふうに思っております。本当に感謝申し上げています。